79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Wednesday. 皆さん、こんばんは。本日10月11日水曜日のハロードライブ、ハロードラは中島咲とモーニング娘。17尾形春菜と、グッドイブニングモーニング娘。17の野中美希の3人でお送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。はい、本日10月11日はウィンクの日ウィンクの日だったみたいですよ。10と11を横に倒すとウィンクしている形に見えることから、この日朝起きた時に相手の名前の文字数だけウィンクをすると片思いの人に気持ちが伝わるというおまじないがあるんだって。初めて知りました。私も初めて知った。はるな、おー、6回みんなしてくれさいくださいってことですよね。そういうことだ。いやー、すごいね、ウィンクの人があるんだね。ウィンクできないや。あ、ウィンクできないの？あ、ほんとちょっとね、引きずっちゃうウィンクだね。いやー、ということでですけども、なんか、おまじないか、うん、みんなの中でなんかおまじないとかあります？やっぱり有名なのは、人をこう、うん、手のひらに3回かいて飲み込むみたいな、うん、緊張がほぐれるみたいな、ね、でも緊張ほぐれたことなかったですなんか気持ち的な問題ですかね。有名ですよね、人って書くやつ、ね、あとコンサート前にあのミキちゃんと春菜2人でやってるおまじないじゃないんですけど、まあ、願掛けみたいなのがあるんですよね。ありますね。なんて説明したらいいんでしょうか。何Yes, Fall in Love っていう、うんネタ、うん、はいはい、があるじゃないですか、うんうん、それを2人でやって、普通同じ方向に顔が向くんですけど、うん、それが逆方向に向いたらコンサートが成功するっていう。そうなんです。はーその逆方向に向くパーセントはどれぐらいだったの？あ、でも結構高いんですよ。結構空気読み合っていい感じに、うん、そうなんだ。だから 80% ぐらいで、うん、あ、結構高いね。でも、うん、できるまでやります。あの反対側になるまでやるからなるほど。じゃないとちょっと安心できないから、うん、何回もやってますね、袖で。二人だけのやつがあるんですね。そうなんですよ、はい、いつの間にか始まってましたね、うんうんうん、そうなんだ、うんうんうん、私はなんかおまじないとか全然ないんですけど、はい、ハロープロジェクトってさ、コンサート前になんか集中して目閉じて何も全部なんかやらなきゃいけないこと一回忘れようっていう時間あるじゃないですか、はい、開演前に、うん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 、であの時間って結構重要だなって自分の中で思ってて、当時はで何も考えないで何もなんか焦らないで気持ちを落ち着かせてステージに上がるとなんか落ち着いていつもねパフォーマンスできてた、当時は落ち着く時間が必要ですね。そうだね、焦っちゃうとね良くないなっていうのありますけどね。ということでですね、水曜日はこのメンバーでお送りしていくので1時間最後までお付き合いください。はい、それでは今日の1曲目はこのナンバーでスタートです。モーニング娘。17の最新シングルの中からモーニング娘。17でド級のゴーサイン。Let's go.
79.5 Radio Neo Hello Drive。 まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それを元に女子トークをしていきます。お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです。2週目なのでそこそこ溜まっているようなので早速引いてみたいと思います。はい、じゃあ尾形から引きます。どうぞ。あ、そこそこ溜まってる。本当、はい、そこそこってどれぐらいなんだっていう。じゃん、はい、お、鈴木愛理さんからです。お、朝起きたら男の子になっていた、最初に何したい。可愛らしい質問投げてきたな。私、木登りとかしてみたいです。木登り、なんで。それは男子じゃないとできないこと。え、なんかちっちゃい頃はできたじゃないですか、うん、だけど今木登りしようとするとちょっと抵抗があるから、はいはい、やっぱり男の子になって、うん、もうなんか何も考えずに木登りしたいです。やんちゃに無心で登りたい、はいはい、なるほど、新しいな木登り。木登りしたい。私は男の子の方がたくさん食べれるじゃないですか、うんうん、だからいっぱい食べたいです。確かに、いい肉になるから太らないみたいな。そうそうそう、女の子だの方が多分情報かい。女の子の方がすぐお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか、うんうんうん、だからまだ食べたいみたいな時に食べれないじゃないですか、しかもなんか体型も気にしちゃうじゃないですか、うんうんうん、だから男の子になって後を気にしなくていいから、お腹いっぱいに食べてみたいです。あ、それわかるかも。でも男子中学生みたいなさ、でっかいタッパーにご飯詰めてもらって食べてみたいよね。食べたい、ね、ドーンっていうやつね。大盛りを食べてみたいです、うん、食べたことないんで。いいね、いいな。中島はね、サラリーマンになって彼女にネクタイを締めてもらいたい。で、行ってらっしゃいって言われたい。照れる、照れる。勝手にやってほしいな。なんかどういう気持ちなんだろう、うん、みたいな感じで、なんか庭みたいな感じなんだろう。なんかそんな、なんか感情を感じてみたいなと思いますね。ちょっと女子トークっぽいですね。ぽいぽいぽい。続いてですかね、はい、私行きます。みきちゃん、すいません。みきちゃん行きます。じゃん、じゃれん。あ、待って、そこがそこがそこが破れてしまった。そこが、お、なんですか。ラジオネームって書いてある。ラジオネーム尾関舞かっこ本人って書いてある。さすが。お互いの印象を教え合ってください。おお、舞ちゃん結構真面目なやつですな。印象、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 印象です。え、第一印象でいいのかな。となると、うん、確かに。中島は、まあ、2人が入ってきた時、はい、まだそのキュートで活動してたから、はい、はるなちゃんは、はい、めっちゃ白い子入ってきたと思った。もう透明度が半端なくてやったびっくりした。真っ白いんですよ、うん、羨ましいなって。そう、第一印象は、はい、白いな、白い、白い子、白いな、白い子、白いな、白い子。で、みきちゃんはその英語喋れてたから、この子とどういう風に会話したらいいんだろうと思った。日本語喋れた、うん、大丈夫です、喋れます、ね、いやでもすごい、なんか羨ましいなって思った。なんかさ、入ってきたぐらいでちょうどなんかモーニング娘。がアメリカ行くかなんか海外ツアーかなんかやってました。え、なんか羨ましいなと思って。キュートは誰も喋れる子がいなかったから、うんうん、いいなって思ってた。中島さん初めて会った時に、うん、なんか結構ハロープロジェクトのメンバー全員なんですけど、うんうん、あ、本当に存在するんだって思いました。わかる、うん、すごいわかる。
ほんまにいたんやみたいな。いやいや全然全然うろついてますよ。いや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 もうキラキラなんかキラキラが放出されてるんですか。いやいやいやない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 いや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 ちょっと褒められ慣れてないからもう次行きましょう。次行っていいですか。はい、すいません。じゃあデレレンデレレン、宮本かりんちゃんからです。お透明人間になれたら何したい。だってうわいや夢膨らむねこれ。考えるな。考える。はい、考えます。透明人間、はるなちゃん。でも私は透明人間になってかつ時間が止まってるっていう設定でいつも考えるんですけど。なるほど、うん、まず好きななんか食べ物とか、うん、よくスーパーとかであの揚げ物のコーナーあるじゃないですか、うん、はいはい、あれを普通なんか袋とかパックに入れてレジに持って行って家に帰って食べないといけないじゃないですか、うんうん、そのまま食べたくないですか。わかる。でも置いてあるからね、はい、もうね、はい、うんうん、だからそこで食べ放題をやりたいです。透明人間になって、はい、ちゃんとお金置いていきます後で。あ、はい、えらいえらい。ちゃんとお金置いていくとして食べ放題をやりたい。みんな今日お腹空いてんのかな。また言っちゃった。なんだろう、私透明人間になったら、うんうん、なんだろう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 ね。考えたこともなかったな。私もないです。透明人間でしょ、何でもできるんですよ、だって。何ができるかな、透明人間になったら。でもいたずらとかしてみたいかも。別に透明ななくてもいいのかもしれないけど、なんか寝てる人の顔に落書きとかしてみたい。なんかチークめっちゃ濃くしたりとか、なんかやってみたいかも。あ、勝手にドア開けてみたいですね。それで反応を見た。うわ、面白い。お化けのフリするみたいな、はい、それ面白いかも。とか髪がひらーって上がるとか。あ、それ面白そう。なるほど。なんかコンサートとかの最前列見立ってみたいです、うん、あー、なるほどね。なるほど。透明人間になって。そうだね、どこでもいいもんね、はい、むしろ一緒にステージも立てるもんね。立てる。それいい。ステージの横ら辺に立ってたいですね。あ、それも面白いかも。ちょっと好きなアーティストさんの楽屋裏とか行ってみたいかも。ストーカーみたいになっちゃうけど。確かに。やってみたい。夢膨らむな、透明人間のお題。いいな、いいな。ね、かりんちゃん、うん、いいお題をありがとうございます。ありがとうございます。でもさ、何でもできるんだよ。だからそのアーティストさんが、なんだろうな、ただ楽屋でどういう発声練習をしてるかとか。うわー、見れるんだ。気にならない、うんうんうん、気になります、うんうんうん、ね、リハーサルとかどんな感じで行われてるんだろうとか、うんうんうん、確かに。何したいかな。でもメンバーの私生活割と気になります。あ、本当？なんか家帰ってから何してんのかなみたいな。あ、ちゃんと練習してんのかなこいつみたいな。怖い。いやいやいや、何してんのかなとか、うん、メンバーって結構条件が同じじゃないですか、うんうんうん、だからどうやってリフレッシュしてるのかなとか。あ、なるほどね。家帰ってすぐ寝てるのかなとか、いろいろすごい気になりますね。 あと夢の国に行きたいです。透明人間だから。無料でね、無料で入れて、うん、いい、無料で並ばずに乗れて、うんうん、最高かもしれない。そうかも。並ばなくて済むのいいかもね、うんうんうん、あ、わかる。なんかそれコンサートも含めなんだけど、うんうん、チケットが売り切れちゃった場合とかさ、入れないじゃん、うんうんうん、で、そう、この間人気の舞台のね、当日券並んだのよ、はい、で、運よく入れたんだけど、もしこれで並んでチケット買えなかったらもう落ち込むだけじゃん、うん、確かに。そういう時透明人間になれたらね、いつでも見れるしね。あ、新幹線に乗って大阪に帰りたい。実家に、大阪に帰ってみたいですね。はあ、はあ、はい、別にそれ透明人間ならなくても大丈夫。うん、確かにそれは言えてた、うん、ね、乗れるもんね。そうですね、うん、そうでした。はい、女子会っぽい。いや、いいな、うん、いいな、妄想膨らむのいいですね、うんうんうん、はい、来週もここでしか聞けないトークを楽しみにしててください。以上、深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。水曜日は中島咲とモーニング娘。ワンセブン尾形春菜と野中美希の3人でお送りしています、はい、ここからは水曜日限定コーナー。本日はハロドラ似顔絵展覧会。イエーイ。先週の話し合いの中でこれはいけるんじゃないということで決まったコーナーですけど、どんな内容でしょうか。はい、ですね、このコーナーは目で見ているものを声で相手に伝えるクイズコーナーです、はい、出題者は有名人の顔を見てその人の外見上の特徴を声で伝えます、うんうんうん、回答者はそのヒントをもとに似顔絵を描いてその有名人が誰なのかを当てていきます。ただし、はい、外見以外のヒント、その人のモノマネとかその人が特定できるキャッチフレーズなどのヒントは NG です、はい、ということで、はい、なるほど、探り状態ですけど行ってみたいと思います、はい、
今日はですね、私中島さきが出題者になって言葉だけで芸能人を的確に表現したいと思います、うん、ちょっとまずは検索します、はい、知ってる人ですかね。え、絶対知ってる人で、まず、まあ、初回なんでそりゃそうですよね。それ優しくいきますよ。わー、いかけるかな。ではいきますよ、はい、まずこの人はサングラスをかけています。あ、サングラス、チャームポイントですね。この人といえばサングラス。はい、でもこの時点で結構限られてきてますよね、うん、確かに、うん、どれやろ。で髪はまあ短髪ですね。短髪、はい。で私はこの人はマイクを持ってる姿が、まあ、印象的なんですけど、マイクはすごく垂直に持たれています。あ結構そんなに。へえ、あとどんな見た目だけで、なんか出題するでも、もうこのサングラスかけるマイクだけでだいぶわかると思うけど、2人わかりました？わかりました。わかりました。え、合ってるかわかんないけど、今私がね、ちょっとこれ以上ヒントなんか見つからないんだけど、でも2人ね、わかってそうな感じでもう書き上げてる。え、私結構似てはないな。そうね、ちょっと若かりし頃のって感じかもしれない。春菜ちゃんは確かに似てはないね。ちょっと顔、ね、うん、なんか、うん、スタンプみたいな感じでなってるけど、私ちょっと結構似てるかもしれない。え、みきちゃんの髪型似てる。髪型のちょっと根性すごい。その色の塗り方すごい。え、超似てる超似てる。え、もうその人でしかないよ。やったー、これちょっと伝わっちゃったかも。じゃ出来上がったらね。できたー。お、できた、できました。似顔絵のクオリティはちょっともういいや。いやー、ではせーので、あの名前を言ってください。はい、サングラスにマイク垂直の人です、うん、せーの、タモリさん。イエーイ。当たった。おめでとうございます。じゃーん、じゃーん、いいね、うまい、うまい、できたー、できたー。いや、わかりやすかったですよ。うん、すごい、2つの条件でかけちゃいました。そうだね、うん、うん、2人ともうまい。はるなちゃん、髪切ったっていうところも入ってますけど、髪切ったって言ってるんですけど。ね、いやー、サングラスの時点でちょっとピンときました。そうだよね、うん、はい、いや、この方は有名ですし、うんうんうん、ポイントもね、しっかりしてますからね、はい、はい、じゃあ続いてもう1人行きたいんですけど、ちょっと、いや、これ面白いですね、うん、面白い。あ、本当？はい、楽しいです。え、ちなみに2人絵は得意なの？絵描くことは好きですよ。私も好きです。なるほど、はい、得意とは言い切れないけど。そうですね。じゃあこのコーナー楽しんでくれてますか？はい、楽しいです。これで向上できたらいいなと思います。確かに描き物とかね、あるから、はい、そうだね、はい、そう、生写真にね、はめ込む絵とか描かなきゃいけないんですよ、はい、ハローの子たちは、うんうんうん、え、じゃあ続いてこの子いきたいと思います。この子？あ、子とか言っちゃった。この子、この子はショートです。はい、ショートです。はい、髪型からいきますよ。ショートカットで、ショートカットで、目が垂れ目ですね。くっきり二重で目が垂れ目。目が垂れ目、にゃーん、かわいいな。目が垂れ目、二重、うん、見るたび、うん、二重くっきりで目が垂れてます。で、ニコって笑ったら八重歯が出てきますね。笑顔がとても可愛らしい子ですね。八重歯ってなんだっけ、これか。ん、ちょっと、ん、ちょっと牙みたいな。うん、すごく可愛い。え、全然ショートがお似合い。わかってるかもしれない。え、あと唇はまあ薄い方ですかね、この感じ。え、唇は、あ、ちょっと全然薄くはないのかな。まあ標準ですかね、これは。あれ、標準、うん、笑うと無邪気な顔だけど真顔になると大人っぽいですね。うん、ん、かわいいな。あ、お、わかったかもしれないけど、前髪は分けてる時と分けてない時があります。まあ、わかったかもしれない。そうね、まあ可愛らしい顔してるけど、まあイケメン系なのかな。あ、これが最大のヒントですかね。なるほどです。はい、ここまでにしときますね。いや、可愛いな。ちょっと今普通にさ、ヤフーで検索してんだけど、見ちゃってんだけど。わかっちゃったかもしれない。でも言われた通りに書いたらこうなりましたよ。私もちゃんと言わ、あ、
名前書かなきゃ。名前書かなきゃ。じゃあ、あ、怒られちゃう。せーので名前発表してください。これね、後でブログにアップするかホームページかなんかにアップしましょう。はい、あらまあ。じゃあせーのでこの人の名前を教えてください。せーの、工藤遥香さん。正解。イエーイ。私結構野中似てるかも。え？うん。え、ほらやっぱ中島さんの言った通りに書いたよ私。いや春菜も言った通りに書いたで。いや春菜ちゃんはね、うん、スタンプ化しちゃうんだよねどうしても。なんかわかんないけど口元がちょっといかつすぎたっていうか。え、でも2人絵うまいね。やったー。なんか2人の描き方とかなんか絵慣れてる感あるもんね。工藤さんか、うん、そう、かわいい。なんか今検索したらなんかさ、もうかわいい顔もするし、はい、かっこいい顔もするし、いや今後が楽しみだわ。ではでは、トモリさんと工藤さん、というところで、今回は2人で終わりですけど、どうでしたか？いやこれ自分で書くのも楽しいですし、出題者になっても楽しそうだなって思います。やってみたい。中島さんがめっちゃ説明がすごいお上手だったから、いや褒め上手だな、みきちゃん。だけど私がやったらなんか全然伝わらなさそう。いやいや、怖いですね。答え言っちゃいそう。でも難しいかも、なんか汗っかきとかさ、なんかそういうのもハスキーボイス、ハスキーボイスがさ一番特徴的じゃん、工藤ちゃんって。そういうのも言いたいくなっちゃうけど我慢しなきゃいけないもどかしさがありますね、出題側は。面白い。面白いねこのコーナー。なんか意外と人も一緒に、リスナーさんも一緒に書いてほしいですね。確かにね、聞きながらそれをハッシュタグハロ、確かにハロドラで、ハロドラドラでね、やってくれたら見ますよね、はい、私もね、見ますよ、漏れなくチェックしてますね。チェックしてますから。はい、ということでですけど、このコーナーね、まあ一発目お試しということで、継続か保留か多数決と言いたいんですよ、はい、なので私たち3人とスタッフさん、マネージャーさん合わせて8人いますので、はい、せーので、継続がいいと思う人は手を挙げてください。これちょっとドキドキすんね、怖。私たちも手を挙げるってことですよ ね、 そうだね、はい、じゃあいきますよ。継続がいいと思う人、はーい、全員じゃないですか。あ、よかった、全員一致の、よかった。なんかブースの中だけ楽しんでるかと思ったら、聞いてる方もね楽しんでくれたみたいで、これはちょっと、はい、嬉しいですね。ということで継続に決定。はい、まあとはいえね、まだいろんなコーナーも試してみたいなと思ってますので、はい、来週はどんなコーナーをやるのか楽しみにしててください。はい、そして皆さんから私たちにやってほしいことがあればじゃんじゃんお送りください。はい、宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。ハロドラ東海探偵社がザ・ワールドとしてリニューアルされたこのコーナー、これまでは東海地区のドラ A 場所やドラうめえものの情報を送っていただいていたのですが、今回からザ・ワールドというように日本全国世界に枠を広げてドラ A 情報を募集しています。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます、はい、では早速紹介お願いします。はい、ラジオネームペチコさんからです。ありがとうございます。ハロドラ探偵社の皆さん、こんばんは。こんばんは。全国世界のドラA情報も解禁ということで、うん、山梨からラジコ派の僕も早速投稿いたします。はい、僕のおすすめは先日旅行で行った香港で食べたカラトーストというもの。カラトースト、チーズが挟んであるトーストなのですが、2つに割ると中からなんとレインボーのチーズが出てくるんです。魚へ。まだ日本には上陸していないようですが、香港ではかなり流行っているようなので、少し待てば日本にも入ってくるかもですね。とにかくフォトジェニックなのでビジュアルを見てもらいたいですとのことです。レインボーのチーズって想像できないです、わー、出た。え、これ甘いんですか、しょっぱいの。チーズやから味はチーズなんじゃない。あ、いやペチコさんよく食べたわ。これ結構勇気いるな、勇気いる。そうだね、確かにこれは見た目はすごく綺麗ですよ、はい、カラフルで写真撮りたくなる、釣り糸みたいな感じですね。だけどちょっとね、食べるとなったら、いやいやいや、このレインボーチーズトーストはイエローはミックスチーズ、グリーンはバジル、レッドはトマト、ブルーはラベンダーによってカラーリングされてるんだとか、あ、じゃあ体に悪くはないっていう、素材は悪くない。素材は味は食べてみないとわからない。そうだね。へえ、でもこれはインスタ映え、ほんとインスタで上げてる人多いわ実際。ほんまや、ひえー、時代が時代ですの。
チーズトーストに色つけるんや。そうだね、何でもかんでもレインボーの時代ですか。怖いですね。あ、うおー、え、たこういう時さ、モーニング娘。の中で誰が一番勇気持って最初に食べた。飯窪春菜さん。飯窪さんは、台湾に行った時も、うん、飯窪さんと工藤さんで臭豆腐を先に食べて、うん、臭いやつだで、3日後もずっと匂うとか言ってました。鼻のところで、はい、いやきついなとか言って、でも食べてましたね、うん、自分から。すごいね。でも食べる機会があったら私食べるかもしれないです。これは本当に、まあアメリカで慣れてるかもね、カラフルなものは。レインボー慣れ。うん、あ、ちなみに食べた人からは近未来的で食べ物っぽくない見た目だけど意外と美味しかった。へー、チーズ好きにはたまらない。え、お家でも作れたらいいのに。ちょっと言い過ぎじゃない？本当にそう思ってるのかな。いやすごいね。どうなの、お店の人が書いてるかもしれないです、うん、確かに。いや、どうですか、ポイントどうしますか、うん、どうしますか。ちょっと、ちょっとでも謎な部分が多いですけどね。食べてみたいかな。でも、なんかそう、今話題性があるっていうところのポイントは高いよね。そうですね、写真撮ってブログに載せたいっていうのもあります。うん、うんうん、そうだね。なんだろう、ポイント、な、え、こういうポイントってさ、どういうのを基準でつけてるの？私たち前の月曜日メンバーは、うん、例えば、なんかこうその名前に沿って決めてたりとかして、例えば寿司だったら寿司を取って4とか。内容じゃないみたいな、そういう決め方をしてたんですけど。はー、なるほどね。どうします？ピースってことで2ポイントになる。はい、チーズのピース。はい、チーズ2ポイント。まあ2ポイントくらいでいいんじゃないですか。2つに割るとレインボーのチーズが出てくるから、2つに割るとで2つ、うんうん、お、2ポイント、うんうん、2ポイント、2ポイントでいいと思う。この話題性っていうところだけかけて2ポイントね。はい、そうだよ、もう2ポイントくらいがちょうどいいよ。ちょっと、 ということで、じゃあ2ポイントですね。ということで、はい、こんな感じで皆さんからの全国世界のドラえネタをお待ちしております。じゃんじゃん情報を送ってください。情報の宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。続いてはふつおたのコーナー。イエイ。これまでは番組の最後に紹介したりしなかったりしたリスナーさんからのメッセージ、今回はコーナーを作って紹介していきたいと思います、はいはい、では紹介お願いします。はい、まずはラジオネームマカロリさんからです。ありがとうございます。ナカさん、ハーチン、チェルちゃん、はじめまして。はじめまして、意外すぎた組み合わせなので発表があった時は驚きました、うんうんうん、どんなトークになるのか楽しみにしています。さて、今回はちょっとご相談がありメールしました、はい、3人は普段からおしゃれに気を使っていると思いますが、僕の彼女は全くおしゃれに興味がないんです。以前こういうのを着ていたら可愛いと思うよと遠回しにおしゃれだと思うファッションを提案したら、元カノがそういう服装だったの？だったらそういう服装のこと付き合えばと言われ、変な空気になってしまいました。どう伝えればいいのでしょうか。なるほど、なるほどです。これはでもプレゼントしたらいいんじゃないですか。ね、確かに私もそう思う、うんうんうん、彼からのプレゼントだったらね、うん、来てくれると思うよね。可愛いよって言ってプレゼントするとか、うんうん、いいと思います、うん、一緒にお買い物行くとか。あ、確かにね、いいと思うな。おやだね、自分がいい良かれと思って発言したことがピリピリムードになっちゃうの、うん、でもちょっとこの嫉妬も可愛くないですか。可愛い。そうかな。本当ですか。言われた方は大変だと思うね。確かに、ね、もう他人目線から見たら可愛いですけど、可愛い、まあ、女子目線だとね、確かにね、うんうんうん、へ、じゃあぜひプレゼントをしてみて、うんうん、ね、そしたらなんかいい感じにこうそうだね、気づいてくれたらいいですね。はい、ということでした。続いてはこちらのメッセージです。はい、ラジオネーム宇宙から来たハッピー野郎さんからです。ありがとうございます。中島さん、ハーチェルの二人、こんばんは。こんばんは。深夜に移動になったということで、これからはオンタイムで聞けそうです。うん、ところで3人にとって〇〇の秋といえば何ですか？うん、僕は散歩の秋です。散歩？小春日和の散歩もいいですが、秋の涼しい夜の散歩が大好きです。頭の整理にも健康にもいいのでおすすめですよ、とのことですね。散歩の秋、確かにこう気温もいいですし、うん、歩きやすいですよ ね。なんか夏とか歩きたくないですもん、外暑すぎて、ムシムシ暑いよね。うんうんうん、丸々の秋、丸々の秋、私はですね、はい、なんか最近舞台見ることが好きなんですよ、うんうん、なので舞台見に行く秋にしたいです。
う直球的だけど、うん、うん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 。尾形はですね、うん、パーカーの秋です。今日も着てるよね、はい、私パーカーが好きというか楽だから、うんうん、何でもパーカーにしちゃうんですけど、うんうん、なんか冬って結構寒いから上着っていうかもっと結構コートが必要じゃないですか、うんうん、はい、夏はまだ半袖だったりするから、うんうん、秋が一番パーカーにぴったりなんですね、うん、だから秋にパーカーを着まくるっていうこの季節が大好きです。私もちょっと春菜ちゃんと似てるんですけど、うん、ファッションの秋にしたいなって思ってて、うん、なんか最近母親と喧嘩したんですよ、この服が原因で。わかる、どうした。なんか全然こう自分でも服買ってこないし、うん、かといってママが買ってきたら私それ着ないしみたいな。だからちゃんと自分で欲しいやつを自分で責任持って買ってねみたいな言われて。なるほど。だからちょっとおしゃれにもっと気を使っていきたいなって思います。なんか狙ってるアイテムとかあるの？そうですね、昨日通販で頼みました。何を何を？ブーツです。秋物のロングブーツ、ね、あーいいね、はい、ロングブーツ可愛いよね。可愛いですね。私も久しくブーツ履いてなくて、でもなんか今年ちょっと履きたいなと思ってるんだよね、うん、へえ。なのでファッションの秋、通販いいねいいね、いいと思います。まあこんな感じで皆さんからどんな内容でも OK なのでメッセージをお待ちしています。宛先は、はい、 hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。2回目でしたけど今回のハロドラはどうでしたか？いや今回もたくさんお話できましたね、うん、できました。しかもコーナーが決まりましたね。そうだね、のコーナー、うん、楽しかったです。あのコーナー盛り上がったね、はい、ちょっとリスナーの皆さんからの反応もチェックしたいね。はい、うん、中島さんの絵もすごく楽しみです。本当に絵苦手なんだよね。それだけはちょっと怖いわ。いはい、さてこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、うん、ハッシュタグハロドラをつけてツイートしていただければ私たちが漏れなくチェックしますのでよろしくお願いします。お願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください、うん、レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。さてここでモーニング娘。17からお知らせです。10月4日ニューシングル邪魔しないで Here We Go 時雨のゴーサイン若いんだしが発売されました。イエーイ。この曲は工藤遥香さんにとっては卒業シングルだったり14期メンバーの森戸千咲ちゃんにとっては、初参加シングルだったり、もういろんなね思いの詰まったトリプル A 面シングルになっています。ぜひ聴いてください。そしてモーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2017秋 We Are モーニング娘。愛知県は11月23日木曜日祝日アイプラザ豊橋、11月27日月曜日愛知県芸術劇場大ホールにて開催されます。こちらもお近くの方はぜひ遊びに来てください。はい、そして20年目のモーニングコーヒー 20th Anniversary Cafe がキャフェされます。カフェが開かれるということで、はい、期間は11月3日金曜日から12月10日日曜日までです。場所は原宿エリア9です。これは事前予約制となっておりまして、うん、まあ、あの詳しくは公式ホームページに載っているんですけど、このカフェではあのメンバーの過去の衣装とか、うん、あとメンバー特製ドリンクとかいろいろあるみたいなので、うん、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして私中島咲からもお知らせです。演劇女子部夢見るテレビジョン10月15日まで新宿全労祭ホールスペースゼロにて行われてます。もう何回かステージ踏んでますけどまだまだね盛り上がっていきたいと思いますので、はい、ぜひ見に来てください。そしてハロープロジェクト20周年記念前夜祭ワンバイワン、中島咲はですねリーダーズシアター妄想女子のカフェテラスカッコカリと題しまして10月25日26日東京丸の内コットンクラブで行われます。よかったら遊びに来てください。そして明日木曜日はモーニング娘。ワンセブン工藤遥香ちゃん、カントリーガールズ尾関舞ちゃん、こぶしファクトリー広瀬彩香ちゃんの3人でお送りします。明日も夜11時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ水曜日、ここまでは中島咲とモーニング娘。ワンセブン尾形春乃と野中美希の3人でお送りしました。それでは皆さんまた来週。